You're listening to Shibuya Cross FM。ハッピードリームプロジェクト。この番組は私キオラがセレクトしたビジネス経営者や実業家、スポーツ、芸能などさまざまな分野で活躍した人たちと、経営方針や商品ヒットの秘訣、運気を呼び込む秘訣、プライベートのお話など会談を呼び鑑定する番組です。幸せの輪を広げていくことをコンセプトにしております。この番組は世界自然遺産の島屋久島町役場、J ネットワーク株式会社、女性の輝く未来へ、レディーバードの協賛でお送りさせていただきます。はい、こんにちは、こんばんはですね。もうすっかり夏になりましたね。こう皆さんもう夏休みということで、ちょっとねコロナも昔よりこう緩和して、本当夏らしい夏なんじゃないかなっていうふうに思います。で、私はですね今日こちらにもこう出てるんですけれども、まあこの6月ですね後半、結構一大イベントというのはですね、まあいろいろあったんですけれども、まあ宮古島のですねチャリティー国際映画祭の方にですね、私が初めて映画で出演させていただきました、ザ・卑弥呼レジェンド・オブ・邪馬台国がですね長編ストーリー部門でノミネートされまして、そちらに行ってまあレッドカーペットやいろいろこう歩かせていただいたり人を出させていただいたんですけれどもですね、まあなんとですね宮古島チャリティー国際映画祭、あの今回のゲストの方もね監督と、またこちらのキャストと2つもキャスト両方かぶって出てる俳優さんをお呼びしてるんですけれども、まあこちらの渋谷クロス FM のね社長江崎さんが出演している、まあ、消えない約束というのがですね、こちら卑弥呼のと同じ長編ストーリーで、まあ、ライバルみたいな形で同じところから出たんですけれども、そちらの消えない約束がですね、まあ、長編部門は最優秀作品賞ということでですね、結構そちら映画あの以前にこちらゲストで来ていただいた田中寅夫さんとか共通の小林真理子さんとかも出てまして、すごくあのまあ私たちは選ばれなかったんですけれども、まあ、近い方々がですね選ばれてよかったなというふうに思いました。でまたですね今回はですね宮古島チャリティー国際映画祭つながりということで、短編ストーリー部門のですねあの緑の音色というところの監督の石井聖也さんやですね、あとはそちらでもあのこちら卑弥呼と同じキャストで出演している長嶋翼さんもお呼びしてますので、今回はちょっといろいろと宮古島寄りといいますかですね映画寄りにいろいろお伝えしたいと思いますので、ぜひ楽しみにしてください。それではですねいつもの私の、まあ、最近の近況報告からスタートしたいと思います。それでは1枚目お願いします。はい、こちらですねリプライブというね、こちらアプリの配信なんですけども、今回ですね、まあ、占いに特化したということで今回お話をいただきましてですね、7月の15日から配信をちょっとスタートしました。でこういう形のね配信っていうのはすごく私は初めてなんですごく緊張してるんですけれども、こちらすごく面白いシステムでですね、まあ、コインでメッセージで、まあ、こういうこと見たいってことをいただくとですね、それをポイントでですね、まあ、あの計算して、まあ、鑑定にお答えしていくっていうような、まあ、占いに特化したアプリということでですね、この間7月15日初めてスタートしたんですけれども、実際に占いのねご予約もいただきまして、あのいいというかね気持ちいいスタートというかね、まあ、あの楽しいスタートになれて本当に良かったなというふうに思います。2枚目お願いします。はい、でこちらね、まあ、7月ということでいろいろこう金額でねポイントがこう決まってるんですけれども、まあ、500コインからはタロット1枚引きとかこう時間の制限があるんですけれども、こちらはねこちらの御社の方と、まあ、決め事としていろいろとやっているので、いろいろ金額とかまた動くと思うんですけれども、なるべく試しやすくですね皆さんが楽しんでいただけるように進めていきたいと思ってますので、ぜひよろしくお願いいたします。
で、インスタのね、キヨラララ888と同じ、まあ、アカウント名でこちらもやっていますので、ぜひそちらもね、検索してフォローしてください。次お願いします。はい、でこういうふうにね、まあ、コインの数が高い順にということなんですけど、まあ、その投げ銭じゃないんですけれども、件数が多い場合っていうのは高いものからちょっと優先的にやっていきますよっていうことだったりとか、鑑定してほしい内容をですね、質問カードに記載いただけると、その配信を見てなくてもですね、本人の方にその鑑定の動画だけが届くようなシステムになってます。で、以外にもフリートークで喋るんですけれども、フリートークはその生の時だけですね。鑑定はその後投稿とかで、こういうカードに対してこう答えましたよっていうようなことが、まあ、そこに残っていくような形になってます。まあ、500コイン未満のものに関してはですね、ちょっと依頼対象外になってしまうんですけれども、コメントなどもできますのでね、ぜひ楽しみにしていただきたいなというふうに思います。まあ、すごくこう私もですね、いつもこう固い感じでね、電話占いとかをしてるのでですね、こういうちょっとゆるっとした感じは初めてなんですけれども、楽しんでやっていきたいと思いますので、ぜひ応援してください。はい、ありがとうございます。それでは次お願いします。はい、これがですね、ちょっと今日情報解禁になりまして、先ほどネットに上がったんですけれども、大阪学生演劇祭のですね、5分ミニッツエモーションといいまして、まあ、5分芝居ですね。まあ、もうずっと短い、日本で一番短い演劇祭みたいな感じで、まあ、開催しているんですけども、こちら主催がね、藤原さんといいまして、吉本興業とかのね、関西演劇祭とかの実行委員とかエミー賞とかですね、数々のそういう演劇祭をまとめられている方でですね、まあ、演劇プロデューサーなんですけども、そちらの方がですね、この大阪学生演劇祭というのを主催されていまして、まあ、こちら新しくスタートしました5分ミニッツエモーションというところでですね、今回、まあ、実際に応援団とですね、アンバサダーということで発表になりまして、アンバサダーに私がなることが決まりました。で、本当にありがとうございます。で、この卑弥呼の映画もですね、まあ、女優というほどでも全くなくてですね、本当初めて出た映画で、まあ、今回ノミネートされまして、まあ、お芝居とか映画とか見るのもですね、キャストとしてもっていうところはあるんですけれども、応援したり、まあ、それを広めていくっていう活動もですね、すごく私は大好きなので、まあ、こちらのね、まあ、お芝居を通してですね、まあ、いろいろと、まあ、皆さんのチャンスとかですね、まあ、才能を発掘していただける、そういうきっかけのものになればすごく嬉しいなというふうに思います。で、今回応援団もですね、すごくいろいろな、まあ、活躍をされている方が入っていらっしゃいまして、お一人目が後藤博人さんといいまして、劇作家、演出、俳優をされている方になります。そしてお二人目が内藤博典さんですね。南川市万歳と座長を務められていまして、大阪芸術大学の教授もされています。で、次の女性の方になるんですけれども、若木 F さんですね。劇作家、演出家、女優さんということですね。それで最後4人目が高口慎吾さん、一心寺というね、大阪のそちらの地域の名前なんですけど、一心寺シアタークラブ長であって、一心寺文化事業財団代表理事ということでですね、そして、まあ、舞台俳優ということでですね、皆さんいろいろな、まあ、活躍をされている方が今回応援団で入りました。で、実際こう今、まあ、先月、今月、来月とですね、続けて開催されていくんですけれども、今月も後半開催される予定になってます。次お願いします。はい、こちら私の紹介になります。こちら、まあ、渋谷クロス FM さんのお名前も入れさせていただきまして、今回アンバサダーになりました。なのでよろしくお願いします。次お願いします。はい、これですね、人は5分で
何ができるのかということで、喜怒哀楽を5分で演じるというようなのがこの5分ミニッツエモーションになっています。で、今月の開催はですね、7月27日の土曜日と28日になっています。もう実際にね、オーディションが始まってるそうなんですけれども、ぜひご興味ある方は応募なり、そして見に行くなりですね、足を運んでいただきたいなというふうに思います。私も今回ちょっと7月にですね、伺えたらというふうに思っていますので、ぜひ会場でお会いできたら嬉しいです。ありがとうございます。はい、ということでですね、今回いろいろ PR とかいろんなものはですね、私こう伝えるのが得意なのでさせていただいているんですけれども、こういった演劇というところでやるのは本当に初めてなのでですね、いい意味で皆さんのこうチャンスとか皆さんを知っていただくきっかけが広げられるように頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。それではですね、今日はですね、ちょっと特別編になるんですけれども、ここでですね、今回こちらザ・卑弥呼レジェンド・オブ・邪馬台国でですね、共演といったらちょっと私奥がましいんですけれども、こちらに俳優で出演していて、後半のゲストコーナーでもちょっと出演いただく俳優でモデルの長嶋翼さんをご紹介したいと思います。それでは翼さん、お願いします。お願い、こんにちは、お願いします。お願いします。石井さんがそちらによろしくお願い、フライングしてました。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、じゃあ先にね、こちらもう翼さんと一緒に出させていただいた卑弥呼のちょっとご案内をしたいと思うんですけど、本当に初めてですね、宮古島国際映画祭でお会いして、実際のね撮影ではお会いできなかったですからね。そう、実際ね、現場その卑弥呼の現場ではお会いできなくて、で今回の宮古島国際映画祭でね、同じ登壇で撮らせていただいて、2つもね登壇されててすごいですね。いやいやいや、たまたまなんですけどね。卑弥呼でこうなんか大変だったこととかありますか、改めて。あ、そうですね、やっぱり卑弥呼、それこそ現場での秘話といいますか、秘話というほどのものでもないんですけど、やっぱ時期が暑い時期だったんですよ、撮影時が夏だったような記憶があるんですけど、だからやっぱ衣装を着てメイクしたりとかするじゃないですか、で作品の僕、見まきり役という役で出させていただいてるんですけども、そのメイクがちょっと特殊だったりとかするんで、やっぱ汗だくでちょっとドロドロになっちゃったりとか。そうなんですね、でもすごい映画ではそうさっぱりこうで、すっきり映ってましたけどもで、すっきりしてましたかね。はい、だから結構いい時期に撮ったのかなと思います。私の撮影したのがですね、10月とかでですね、そうだったんですね。2回に分かれたんですけど、6月と10月に分かれたので、私なぜか地毛でやっちゃって、それで前と同じ色に戻すのが大変でした美容室に行って、これと同じに戻してください、冬だったんでちょっと暗めにしちゃってて、明るくしてたので、それを2回入れて、色を入れて、あの色に戻したのがちょっと撮影秘話でいうと大変です。そうだったんですね。あとちょっと寒かったですね、私たちの時。そうですね、森の中が寒かったっていうのがありましたけど、じゃあ夏だったんですね。夏は逆にちょっと暑すぎるので、最近の例えば映画とかそのドラマの現場もそうなりつつありますけど、そのやっぱ真夏はちょっともう一回、休みにし て、ちょっとずらしてみたいなのも、確か卑弥呼の時もあったと思うんで、夏になる前ぐらいだったかもしれないですね。でも5、6月それでも暑かったよ。結構撮影期間が、ね、長かったんですよね。だから私も6月ぐらいに撮ったのと10月に追加したので、それでこう同じに戻すっていうのがあったので、それだけちょっと期間空くと ね、そうですね、髪の毛も、じゃあでもね、無事に完成しまして、ノミネートされて、本当に良かったです。これですね。卑弥呼です。じゃあ1枚目の画像お願いします。
ごめんなさい、これは飛ばして大丈夫です。あれですね、はい、これはちょっと関西、あの韓国の方に行ったので、ね、いやね、すごい、いやちょっとですね、ちらっと見ましたよ、はい、ちらっとちょっとカットしました。恥ずかしかった。いや、アンバサダーもすごいなと思って。おめでとうございます。ありがとうございます。これですね、国際映画祭ですね。いや、いい、はい、行ってきましたよ。そうそう、まさしく。はい、じゃあ2枚目お願いします。はい、でこれがですね、はい、一緒にね、あのレッドカーペットは歩けなかったんですけどね、翼さんが後半の石井監督の方の緑の音色の方でだったんですけど、行く前にですね、キャストで写真を撮った映像になってますね。そう、自撮りしながら。そうですね、はい、これだけこうやってみんなで集まってね、こうやって、はい、本当に2年ぶりの再会でしたから。本当です、私もそのぐらいですね。だから皆さん久しぶりで、お久しぶりですっていう感じでしたけどね。まさか宮古島で会えるとは思わなかったです。会えるとは思わなかった。しかも初対面ということで ね、はい、そう、いや、ありがとうございます。じゃあもう本当にそのね、撮影カット撮りだったのでね、はい、全員なかなか集まる機会が、ね、なかったので、ね、よかったですね、はい、まあ、今回ね、まあ、長編の、はい、あの花はこちらの江崎さんたちが出た消えない約束になったんですけども、はい、うん、そうでした ね、こちらの卑弥呼も、はい、そういういろんな作品のを、ね、こう出していきたい、うん、映画祭に出すってことなので、はい、ぜひ楽しみに期待、そちらに期待したいなというふうに思いますね。そうですね、また次の、はい、まあ、今回は宮古島国際映画祭という形で、ね、うん、ノミネートされまして、はい、でまた次いろんな映画祭にもちょっと挑戦したいなんてね、監督のマグマさんもおっしゃってましたし。そうですね、だから今回長編はね、結構なんか、うん、あの有名な、ね、俳優さんたちが出てるのとかすごく多かったので、はい、すごかったですよね。すごかったです ね、だからこう見ていてもいい刺激になったので、きっとマグマ監督も ね、またスイッチが入っていろいろこうね、頑張ってくださるんじゃないかなというふうに思いますよね。はい、そうですね、はい、じゃあ次お願いします。こちらがですね、まあ、さっき最優秀で選ばれた消えない約束の皆さんの登壇ですね。はい、はい、次お願いします。でこちら、あれ、ちょっと飛んじゃいましたね。あ、じゃあ一旦、はい、じゃあそしたらですね、クラウドファンディングの今回告知をさせていただきたいと思うんですけども、はい、卑弥呼の、まあ、こちらのクラウドファンディングが、はい、これをみんな世界に広めようということで始まったそうなのでですね、ええ、ぜひあの卑弥呼の SNS 等をちょっとチェックして皆さん応援していただきたいなというふうに思います。ぜひともよろしくお願いします、はい、こちらでですね、あの卑弥呼の方で、あのいろいろ検索いただけると出てくると思いますのでですね、はい、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、ちょっと私の画像の転送がちょっと間違ってたみたいですいません。はい、じゃあそしたらですね、今回あの宮古島国際映画祭でですね、はい、私たち実は焼肉ね行きましたね。行きました。そう、はいはい、でこちらのスポンサーのになっているですね、はい、あの焼肉ホルモン昭和の昭和さんがね、はい、昭和さんに行ってきました、こちらですね、あとですね、そうそうそう、はい、でこちら焼肉をなんとご馳走に、そうなんですよ、もうなりました。もうありがとうございました、ね、今回こちらで放送することもお伝えしてるんですけども、うん、すごく卑弥呼の、ね、映画も応援してくださって、最後写真を撮らせていただきます、うんうん、はい、お願いします。出るかな、次ですね、次ぐらい、次、これがストーリーですね、これ、はい、うん、あ、じゃあもうであれですね、うん、ちょっと前の方でしたね、あの焼肉をご馳走になりまして、すごく美味しいのでぜひ足を、美味しかったです ね、しかもすごいVIPサービスしていただいて、ね、いや、なんかちょっと、はい、こんなにいただいていいのかななんてね、いいのかなって思うぐらい、ね、思うぐらい皆さんで思いっきり食べてきました、はい、美味しかったです、はい、美味しかったです。ぜひ宮古島に行った際はホルモン焼肉の昭和さんへ行ってください。なんか検索して電話番号とか載ってるので、ええ、そちらにかけてくださいってことだったので、皆さんで足を運んでいただけたらなというふうに思います。はい、お願いします。ありがとうございました。ちょっとね、私がいっぱい画像を送ってしまったことですいません、スタッフさんにご迷惑をおかけしました。
はい、なので、まあ、卑弥呼もね引き続き応援していただけたらなというふうに思います。ぜひともよろしくお願いします。はい、お願いします。それではですね、じゃあちょうど時間になってきましたので、はい、こちらでキオラのテーマソングをお聞きしながらですね、あの宮古島国際映画祭同じ短編ストーリーの緑の音色の監督の石井監督をお呼びしたいと思います。はい、なんと、はい、それではこちらをお聞きください。どうぞ。はい、それではですね、今石井監督が駆けつけてくださいました。来ましたか。来ました。あ、石井監督、ありがとうございます。もうあのこの近々ずっとねお仕事っていうか撮影だったということでずっと LINE が既読にならなくてすごい心配しました。よろしくお願いします。はい、改めてそれではゲストをご紹介したいと思います。それでは、まあ、今回ですね、宮古島チャリティー国際映画祭ノミネート作品短編ストーリー緑の音色より石井誠也監督、まあ、ごめんなさい、雅也監督、そしてですね、俳優でモデルの長嶋翼さんをご紹介したいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。石井雅也監督ですね、はい、すみません、よく間違えられます。すみません、勝手に誠也だと思ってます。いやでもあだ名が誠也っていう、はい、ね、なんか誠也って感じしますよね。はい、大学時代誠也って名乗ってたぐらいで。あ、そうですか。間違えられすぎて、じゃあちょっと霊視で見えたっていうことで、はい、すみません、よろしくお願いします。それではですね、じゃあまずあの石井さんから自己紹介を皆さんにお願いします。はい、石井雅也と申します。あ、ごめんなさい、雅也、はい、東京出身、東京生まれ東京育ちなんですけど、大学はアメリカのミシガン州の方と、はい、ハワイ州の方でハワイ大学の方に行かせていただいておりまして、はいはい、そちらであのデザインを勉強して帰国後に
あのなんやかんやであの映像を始めるきっかけを得て、はい、今映像制作をメインに、はい、企業さんのプロモーションを作ったり、はい、映画をがっつり作ったりという活動をしております、うん、はい、ありがとうございます。そうしましたら改めて今回俳優でモデルの長嶋翼さんです。よろしくお願いします。自己紹介お願いします。はい、はい、ご紹介いただきました、俳優の長嶋翼です。まあ、僕自身はですね、俳優活動とモデルの仕事と、はい、それこそ今回ね緑の音色で、はい、一緒にやらせていただいた石井監督とですね、まあ、普段それこそ映像制作会社を、はい、石井監督がやってらして、はい、そこに、まあ、僕自身も一緒に、仕事のお手伝いとともに、はい、僕自身はキャスティングの仕事もしてまして、はい、まあ、それこそフリーランスの俳優さんだったりとか、はい、もちろん事務所に所属している俳優さんも含めて、はい、まあ、映画、ドラマ、いろんなものにこうキャスティングをしたりとか、はい、そういったお仕事もしている、まあ、何でも矢をやってる長嶋翼と申します。よろしくお願いします。はい、またねちょっと前半とは違う顔が見えてきます。またこうね違う翼さんのねそうやってるってことも本当に最近聞いた感じ、プロフィールだけ見ると完全に俳優さん、はい、モデルさんな感じがしますもんね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではですね緑の音色ということで、まあ、今回、まあ、こちらもノミネート作品ということだったんですけれども、はい、まあ、いろいろちょっと先にそのお話をぜひ伺いたいんですけれども、今回これを作ろうと思ったきっかけって何かあったんですか？はい、今回、はい、緑の音色の題材となる、はい、ハンドパンっていう楽器がありまして、ハンドパン、はい、はい、あんまり知られてないんですけど、はい、どら焼きみたいな形をしてる、はいはい、楽器でして、はい、まあ、それが、まだ日本には知られていない楽器で、はい、それっていうものの背景とそれの音楽の大事さみたいなものを伝えたいと思って、はいはい、この映画を作らせていただきました。あ、そうなんですね。そうしましたらですね、1枚目お願いします。あらすじですね、こちらですね、はい、はい、簡単ないただいてるんですけど、はい、こういった内容だったってことですよね。簡単にあらすじだけご説明しますか？はい、うん、はい、お願いします。あらすじだけ言いますと、はい、ある青年が、海外から来た青年がハンドパンを日本に紹介しに来てるっていうところから、はいはい、展開するんですけど、その紹介しに来てるその青年がハンドパンというものを日本中に広めたいっていうような展開になっております。うんうん、はいはい、で、ハンドパンの歴史の方が結構重要でして、うん、ハンドパンっていうのが、トリニタード・トバゴっていう国で生まれまして、はいはい、でそのトリニタード・トバゴっていう国は植民地にあっている間、はい、音楽っていうものを取り上げられてしまいました。はい、団結とかそれぞれの意欲に関わる音楽っていうものを取り上げられた国民は何をしたかというと、うん、ドラムを折り曲げてそれを楽器にしてもう一度自分たちの国民性を取り戻したっていう背景のある、はい、すごく歴史的にも重要な楽器で、その原型となるものをスイスで商用化したものが現在のハンドパンになると言われています。はい、そうなんですね。はい、短編でいうと時間でいうとどのぐらいの作品になるんですか？尺としては11分ぐらいなんですけど、11分、あ、でも本当にこう短編の中にこう盛り込まれてるっていう感じですよね。はい、今の歴史背景は正直盛り込むことができず、はい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 、そこの部分が一番伝えたいことではあるんですけど、音楽っていうものが自分とか国民とかアイデンティティを取り戻す大事なものっていうところがメッセージとして伝えたい作品になってます。ああ、そうなんですね、ありがとうございます。じゃあ2枚目お願いします。こちら広報写真ということで、これは撮ってる最中ですか？はい、はい、楽しそうですね。はい、制作はすごい小規模ではあるものの、最低限の本当僕自身が監督、カメラ、もう編集の部分まで全部引き受けて、あとプラスで僕ではできない音声の部分とかも、はい、あとそれぞれドライバーとかもいながらなんですけど、はい、すごい小規模で作品を作り上げました。うん、うん、すごい、ね、みんなでこう作り上げた感じがありますよね。全員で何人ぐらいで作った感じですか？制作人だけでいうと
3、4人ですね。じゃあもう一人で何役って感じですね。そうです。僕自身5役やった結果、その後に、2週間入院いたしました。すごい。なんかでもストイックそうですよね。割とこう世界に入ると、はい、集中するともう本当にその作品一筋になって、一筋になって、いやーでもいいですね。じゃあ次キャストのねご紹介もいただいてます。はい、こちら英語でいただいてるんですけど、こちらの方がみんな出演されてるってことですよね。はい、はいはい、左側が、主に、メインキャストになります。はい、はい、主人公が女性の、あのゆいさんという方で、はい、2番目に重要なそのメインでもあるんですけど、はい、ジャスティスというあの日本生まれ沖縄のアイデンティティを持つ、そうそうそう、はい、アメリカと沖縄のハーフがあるんですけど、はい、あのもうジャスティス君はもちろん日本語も英語もどちらもどちらも、すごいですね。で3人目はあの、旦那さん役で、あの隣にいる長嶋翼が、あ、はい、そうなんですね、ちょっと写真、そうですね、ちょっとダンディな、はいはい、はい、そうなんですね。はい、今回宮古島、たまたまなんですけど、はい、下2人が沖縄にルーツのある、はい、そうですよね。長嶋さんもね沖縄出身ってことでしたもんね。はい、そうなんですよ。へえ。ジャスティス君も沖縄ルーツで、まあ、僕自身も沖縄ルーツがあっ て、はい、っていうのもあって、すごいあのレッドカーペットの写真が楽しそうでしたね。宮古新報にもねなんか取り上げられてて、こうちょうど3人でね、あのね、あのレッドカーペット歩いてるお写真が載ってたんですけどもね、すごいですね。新聞のトップページに僕らが載せた一番こうね、やっぱりこうなんか目立ってたんじゃないですかね。はい、いやすごいですね。何としてでも目立とうみたいな。せっかくは3人ですし、はい、まあ、作品も短いものですから、なんとか目立とうみたいなね、というところもあります。それがもうきちっと出ましたね。ありがとうございます。いやもうすごいです。はい、ありがとうございます。そしたら今回ちょこっとだけなんか作品をご紹介していただけるということなんですけれども、はい、ね、特別にちょっと本編をいただいてまして、あのこちら準備ができたらちょっとご紹介しながらお話伺おうと思います。こちらですね。はい、これはどこで撮影、都内で撮影されて、都内、中野なんですね。あ、中野なんですね。電車の中とかで撮影してもいいんですか。はい、結構いろんなあの中野区の許可とかをいただいたり、警察の許可をいただいたり、はい、はい、まさしく、あ、僕らの聖地、中野ですね。僕、高円寺生まれで、あ、そうなんですね。中野の地元なんで、そうなんですね。じゃあもう地元で、あの先ほどのあれですね、あの方ですね。これが私、はい、今ハンドパンですね。ハンドパン、はい、ここで、うん、初めてではないんですけど、はい、この音色どこかでというような、あ、ここから何かが変わっていくという、うんうん、そのターニングポイントになるシーンですね。うーん、まさしくですね。あ、なんかこう見ると中野じゃないように見えますね。ちょっとこう、ね、なんか作り方がやっぱりさすがですね。今日も元気にハンドパン触れていきましょう。ジャスティス君、ハンドパン先生、お願いします。これですね、うん、そうですね、見たことないですね、うん、あまり見かけないですよね。珍しいと思います。珍しいですね。まあ、このぐらいなのかな。うーん、はい、まあ、日本と日本にそのハンドパンっていうものを共通 の、はい、あのアイデンティティというか、その日本の文化に、はあ、あの浸透させていくっていう意味で、その和の文化を入れながら撮影させていただいてます。素敵な音色です ね、 ね、先生ありがとうございます。マイプレジュ、すごいですね。皆さんも本当にすごく綺麗な音色で、じゃあ、はい、じゃあありがとうございます。どんどん調達してますね。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、こちらはこうどこで 見れるというか、上映とか何かそういう作品を見たい方っては何で検索したり。実はですね、はい、あのこれ今回の作品は、はい、映画祭用に再編集をさせていただいた作品でして、もともとはこのハンドパンのプロモーションを兼ねたすごくもっと短い1分ぐらいの映像だったんですね。はい、じゃあプロモーション動画をこの映画祭に向けて伸ばしてる、はい、な感じ。もう一度再撮影した部分もありますし、はいはいはい、言葉の
あのもう一度、うん、あのアフレコで入れた部分もありますし、そうなんですね、はい、じゃあこれ作品作るのって期間でいうとどのぐらいかかったんですか？期間でいうとですね、はい、最初 あのプロトタイプというか、はいはい、の部分は本当に 2,3 週間で仕上げないといけなかったんですけど、はい、その後の映画祭に向けて1年2年ほど空きましたので、はい、まあ、合計でいうと2年ぐらいは すごい、はい、じゃあ卑弥呼と同じぐらい2年ぐらい、そうですね、1回寝かせてあ、そうなんですね、うん、すごいですね。いやでもそれでノミネートってすごいですね。本当に、はい、こんな機会いただかなければ、うん、映画祭にエントリーしてみようとも思わなかったので、うん、はい、なんか長編が1時間以上で、うん、短編が1時間以内の作品ということで、うん、でも今回ね上西監督も作品が結構レベルがどこも高いですっておっしゃってたんですけど、うん、だからやっぱりノミネート、ね、されるっていうだけでもやっぱりすごいことなんだなって今回やっぱ思いますよね、はい、すごく光栄に思います、はいはい、今後もいろいろ映画祭にはこう出展予定なんですか？そうですね、はい、あの今後実はもう2本、うん、あの僕が撮影監督をする映画が決まっておりまして、はいはいはい、その作品に向けて年末1本と来年に向けてもう1本、うん、それは短編ですか長編ですか？じゃあ僕が撮影監督なので、はい、あの役割分担しっかりしているので、はい、あの長編になります。もうすごい長編、じゃあ1時間以上ということですね。1時間以上ですね。あの噂によると、噂によるとあのある J グループだったり、お、はい、ちょっといろんな有名なスポンサーがついてるんですね。有名な方だったり、はい、お、期待大の作品になっております。すごい楽しみですね、はいはい、じゃあもうあれですね、どんどん新しい映画をこう作っていくっていうことだったり、こうお二人でもいろいろこうやっていく予定とかあるんですか今後？そうですね、ほぼ全部長編も一緒に、じゃあ今回のね、あ、まさしくその、はい、長編も今お話ししてくれた、はいはい、石井がねお話ししてくれた、はい、その作品も、はい、まあ、僕自身も、はい、まあ、キャスティングも含めてですし、まあ、はい、俳優としてもそうですし、はい、まあ、制作の中で、まあ、僕が何だろうアドバイスできるものがあればっていう形で関わってはいますので、すごい、ぜひぜひ楽しみにしていただければなと。ぜひ楽しみです。いや、頑張ってください。はい、でもねすごいですね、こうどんどんこう新しい発想じゃないですけど、うん、短編に長編にってこうチャレンジされていくってすごいと思うんですけど、うん、なんかこうこういうことこう毎回気をつけてるとか、なんかこう2人で決めてることとかってあるんですか？あ、僕個人的には、うん、はい、あの気をつけてるというか、あの、うん、何かお声がかかったら、うん、まずは自分から可能性を信じて取り込んでみ る、あ、それが今回の宮古島にもつながったです。すごい、はい、すごいですね、うん、でもやっぱ大事ですよね。いやね、結構やっぱりあの石井といろいろね、うん、やっていく中ですごくアクティブというか、はい、あのこういうのあるしやるとかなんとかっていうんだったら、はい、おお、やろうぜみたいな、結構あ、じゃあフットワーク軽いんですね。うん、僕、はい、軽すぎるんですけど、その軽さにしっかりついてくるというか、うん、じゃあやってみようかなみたいな。なんか、はい、あの、ね、後半占いもするんですけど、二人の相性ね、はい、ないものを補う関係です。あの相性いいっていうのって恋愛とかこういうこう組み合う組むっていうか一緒にする方って2パターンで、似た者同士かないものを補ってるかっていう。でもビジネスだとなんか似た者同士だと同じところが長所で短所でぶつかっちゃうんですよね。だからないものを補うだとビジネスパートナーって結構ブロックじゃないですけど、いいっていうと、お二人は割と多分似てるところもあるんですけど、多分そこが最強に補ってる関係ですね。はい、確かに、ね、はい、結婚しちゃうのかな。それはまたちょっとね、あのちょっとまた ね、うん、結婚しちゃうかもしれない。でもなんか私石井さんのイメージはすごいおとなしいイメージがあります。
あ、そうですか。そうで、あの翼さんはなんかこう、はい、あのね、プロフィールとか卑弥呼の撮影の時もあのなんか今日長嶋さんいるよみたいな感じで聞いてたんですよね、うん、はい、で見てるとすごいあのなんかやっぱかっこいいじゃないですか、だからこうちょっとこうツンとしたイメージがあったんです。あ、なるほど、おっしゃってましたよね。そう、でも最初麦わら帽子をかぶってあのこちらの緑色の音色からの登壇、はい、あ緑の音色の登壇から、はい、あの出てきた瞬間一瞬一致しなくて、みんな写真撮ってる と思ってたら長嶋さんですって言うから、あ、長嶋さんって思ったら、あの赤いシャツ着て、そう、あのワンピースのね、まさにあの主人公 の, ね、主人公の、ね、みたいなイメージで出てきた時に、このなんかこうギャップじゃないですけど、そのなんかこう、うん、あのこうなんだろう、本当フットワーク同じく軽いっていうように、なんかこうフレンドリーな感じがすごくいいなと思います。で石井さんもすごく今日ドキドキしてて、まあ、お忙しくて既読にならないし、私よっぽど嫌われてんのかなとかなんかすごいまずいことしたくなとかハラハラしてたら、忙しかったんでって感じでお会いしたら、なんかこうすごく、あ、なんかやっぱりこう雰囲気とかそういうところってこう、うん、合うっていうか同じってこうギャップ、だからプロフィール見ると2人とも本当すごいね、経歴とかキャリアなんですけど、こう会った瞬間の印象がなんかすごくこう親しみやすいというか、そこはすごくなんかあの魅力だなと思いました。三宅島映画祭の際も6日間同じ屋根の下でそうなんですよ、原付にも2人乗りいつもしてみたいな、そうですよ、ね、はい、動画も見せていただきました、はい、宮古島撮影しましたとかいうのも、はい、あの卑弥呼のキャストの時に、はい、だからすごくこう相性がね、いいんだなというふうに思いました。僕もそう思います、はい、ありがとうございます、はい、それではね、時間が迫ってきたので、うん、はい、じゃあ皆さんにですね、皆さんこういうふうに映画出たいとか作りたいって方っていっぱいいても、うん、なかなかこうできない方の方が世の中多いと思うんですけど、うん、こういうことに気をつけたらこうなれたよとか、うん、こういうことにいつも心がけてるなんてことがあったら、見てる皆さんに一言お願いします、うん、あ、じゃあ僕から、はい、先ほどもちょっと触れたんですけど、はい、あの何事もあのちょっと難しいかもしれないなと思っても、うん、自分で何とか達成してみる、はい、自分で何とか、はい、その機会を作ってみるっていう風に、はい、うん、自分には全く発想はなかったけど声がかかったらやってみようっていう気持ちを大事に、はいはいはい、そうしていく中で宮古島映画祭も声かかったから、はい、エントリーしてみようってなって、はい、この貴重な機会にも恵まれたので、いやー、もう嬉しいです、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。そのチャンス大事ですね、うん、じゃあ翼さんお願いします。はい、これはもう僕ずっと持っているものなんですけど、はい、もう感謝の心っていうのを、はい、もうずっと子供の頃からやっぱこれを大事に生きてるっていう部分があるので、はい、これがあれば何かしら何があっても、はい、もうなんか大変なことがあっても、はい、あ、嬉しいことがあっても全てになんかこうプラスに前向きになれるなっていうのがあるので、うん、はい、やっぱずっと僕のある意味いいところだと思ってて、はい、あの何でも前向きっていうのがあります。はいはい、 ありがとうございます。いや、あの最後のね、最後の日のレッドカーペットの時ってこう皆さん降りて車 で私たちの卑弥呼のところが、翼さんはこ の, あの緑の音色の方だったんですけど続いてたんですよね、うん、で席がその緑の音色が前 の, あのこう段になってところだったんですけど、うん、なんかすごくお二人の印象的だったのが、短編ストーリーで選ばれた時にすごい喜んでたから、うん、こっちから見るとえ選ばれたのかなってなったら、うん、違う人たちが方たちが選ばれてるのにむちゃくちゃこう喜んでたりするところがなんかこうすごくね、あ、いい方たちだなっていうのをこちら見てて、あ、そう、なんかこう自分じゃなくてこう人のこともこう喜べるってすごくそういうところがいいなっていうふうにこう印象的だったので、だからその感謝するとかですね、うん、そのこうそのお二人のこのままなんかこう言っていただけたらなというふうに思いますね。ちょっと偉そうかもしれないですけど、はい、こっち側の卑弥呼の皆さんと見ててね、そこはすごく皆さん褒めてました。はい、はい、はい、よかったです。はい、なので引き続きぜひあの頑張っていただきたいなと思います。それでは後半お二人を鑑定する前にこちらをまたお聞きください。どうぞ。
は変えられる。それがタロットの魔法。キオラのアドバイスがあなたを導く。どんな結果でもチャンスに変わる。あなたの未来照らす光となる。あなたの心に変えられる。それがタロットの魔法。キオラのアドバイスがあなたを導く。ネガティブな結果だとしても今を知ることが。はい、それでは鑑定コーナーに移りたいと思います。それではお二人が気になること一つお願いします。そうだね、まあ、やっぱり二人で、はい、仕事をしているのもあるので、それこそさっきちらっとお話しさせてもらいましたけど、はい、これから始まるその映画、はい、に対してどうなのかなっていうところを、うん、はい、やっぱ見てもらいたいなと思います。はい、はい、じゃあお願いします。これも左手で3つに分けてください、はい、いいの。あ、じゃあマサヤ行く。じゃあマサヤさんがこれを3つに分けて、はい、はい、そうだね、タバに分けてください。はい、あと1つ分けて、最後束ねるのを翼さんに。じゃあ、はい、はい、じゃあ翼さん、これを好きな順番で1つにまとめてください。あ、1つにまとめるんですね。はい、はい、おー、左手でやる。はい、燃え、そうなんだ。こうしてこうかな。はい、はい、ありがとうございます。はい、タロットとかすごい久しぶりだな、うん、あ、なんかすごい出てきた。へー、おー、 おいいのか。いいのか。僕初めて、ね、ラバーズ出てますけど大丈夫ですか。出た出た出た、ラバーズ出ちゃいました。これはちょっと恋愛。いや、最終結果これっていうのが結構人間関係とか仲間っていうのが、うん、結構お仕事では結構重要になっていくので、うん、結構広がりを今後お仕事では見せる可能性が、こう多分今チームじゃないんですけど、うん、いろいろ長編とかいろいろやっていく中で、うん、多分それが広がっていくって、輪が広がるっていう可能性が大きいです。わー。で、今やっぱりちょうど後半変わり目で、はい、マジシャンって魔法にかかったぐらい変わるって意味なんですけど、はい、結構大きな変化がありそうで、でデビルっていうのが人間関係なんですね。だから人間関係がガラッとちょっと変わっていくかもしれない。だからこう仲良くなる、例えば大きいスポンサーがついたりとか、はい、結構層が変わっていくっていうんですか。あ、だからこれが、まあ、ラバーズって仲間なんですけど、そういったようにこうスポンサーだったり関わる人だったりがまたこう、うん、なんだろう、グレードアップっていうか、うん、そういうふうにこう変化していくっていうのが見えるのと、やっぱり後半は希望なので、うん、11月12月はかなり何かいい結果が入ってきそうです。あ、うん、嬉しいですね。だからなんか自力よりもお二人の場合他力だから、仲間が増えていったり応援してくれる人が増えていくと、うん、自然にこう作品とかいろんなものも大きく広がっていくっていうのがあると思います。だからこのままで大丈夫そうです。お、そう、よかったです。そうで、デビルっていうのは、まあ、人間関係に注意って意味もあるので、うん、ちょっとなんか嫌だなとかちょっとって思う人はうまくこう距離を置くじゃないですけど、うん、はい、お仕事とかで足を引っ張られそうな人とかは、うん、揉める前に関係性をほどくって意味もあるので、うん、だからまあそういうところで言うと、よく運気って先に人間関係が変わるなので、はい、いろんな意味で変わり目かもしれない。はい、いや、まさにそういう時期に、はい、時期に多くの人を巻き込んでいく時期にあるので、うん、そうですね、はい、だから長編2本決まってるってことなので、はい、そこがまたこうムーブメントじゃなくて動きがあると思いますね、うん、はい、ありがとうございます。楽しみです。楽しみ、はい、もう受け入れて進むなので、うん、なんかあんまり頑張らないで広げてくっていうだけです。なるほど、うん、
監督も別にその石井さんも何か変わったことじゃなくて、今を極めていくと自然に周りがこう広がっていくと思いますね。はい、はい、いや、わかったね。いや、すごい、いい結果、ね、よかったです。はい、いや、ね、本当に。じゃあこのいい結果を踏まえてですね、じゃあ皆さんに告知をお願いします。あ、はい、ありがとうございます。今後多くの人を絡めていく調査、はい、超大作ではないと、その大きな作品の映画を2本作っていくんですね。はい、その中でやっぱ多くのタレントさんだったり、はい、役者さんを巻き込んでいくことになっていくと思うので、はい、僕ら自身キャスティングのエージェント自体もやっているので、うん、出演したいなだったり、はい、僕らのキャスト自体に関わっていきたいなっていう人は、はい、ぜひぜひ僕らの仲間に加わっていただけると嬉しいです。お願いします。はい、ね、はい、私も協力します。はい、木浦さんもぜひ何かできれば協力したいです。はい、いやね、じゃあどちらをに検索したりすればいいですか。ですね、はい、僕の会社自体が株式会社メディアインスティテューツオブデザイン、はい、MID って言うんですけど、はい、僕と長島でやってる事業が、はい、リベランスっていうリベランス、はい、タレントエージェントをやってるので、はいはい、そちらの方で検索か、もしくは石井雅也で、石井雅也さんで、はい、検索してインスタグラムだったりとかを、はい、じゃあ、はい、私もインスタグラム今日タグ付けしときますので、うん、そちら DM でももしご興味ある方は連絡してください。はい、ありがとうございます。いやー、もう今日はねすごくいい結果ですし、はい、こう本当に素敵なお二人に来ていただきました。うん、本当にありがとうございました。いや、ありがとうございます。大感謝です。ありがとうございます。はい、じゃあ最後カメラに向かって、はい、さようならお願いします。ありがとうございます。